辛い、これ辛い、辛子な辛い子だ。今昼飯を食べてますね。うまそう。ちょっとね、最後だからちょっと一発しちゃった。昼からビール飲んでるし、超ぬるいけどね、ビール。今からバンコク行きます。あと1時間後ぐらいにピックアップ来る。バンコクに向けて出発します。出発します。 See you, Nacho。 Thank you for everything. Thank you. Thank you. Thank you.Bangkok, we're going to Bangkok? Bangkok? Yeah. See you, nice to meet you. Bye. トゥクトゥクに乗りますね。はい。もうこれいわゆるこのままタイに入っちゃうわけだから、もうイミグレかもしれんっていう、あれ、推測。大塚はみんなの分のカバンをあそこから取り出してるところです。大塚もいいとこあるんすよ。ファミリーネーム書いた、ファーストネーム書いた、ジェンダーは見えるでしょ、ジャパニーズでしょ、パスポートナンバー書いてでしょ、デートオブバース書いてでしょ、フライトはないでしょ、ページビザナンバーもない、オキュペーション、職業、ユーチューバーかなって、ユーチューバーって書いてあるんで、はい、今これを書いています、彼は。これ、オキュペーションかね、オキュペーションがね、オキュペーションはこれ、ユーチューバーかな、ユーチューバーですかね、ユーチューバー。あ、何できた。トレンチケットをね、ゲットしました。まず、違う、これじゃない。まずこっから、ここなんかタナレンっていうなんかステーションらしいんだけど、こっからヌンカイってところに行って、で、ヌンカイからバンコクに行くというね。なるほどね、そういうことですね。しか、ついに乗り込みそうっすね。ステーションかなまで全部で1150バーツですね、電車で。でそれがまあだいたい3000ぐらいかな。お、超えます。あ、超えれた。今から。スリーピング電車乗ってます。めっちゃ綺麗。うわ、めっちゃ綺麗。テンション上がる。めっちゃいい。めっちゃいい、ね、やべえ。いや、これマジ絶対バスよりこっちの方が良かった、ね、バスじゃなくてよかった。絶対そうだね。150バーツだけだもんね、うん、変わるの300、400円違いでコンセントまで。インターネット、インターネットはねえだろ。あちゃ、これめっちゃうまいね。それめっちゃうまい。ただのオムレットオンライスなんだけど、オムレットむっちゃうまい。これ逆に
取り出した。何かおってラオスでラオ金を換金してくれそうですね。俺のおかげで。ビアラオのおかげで。ビアラオで言ってもいなかった。Thank you。コプチャイライライ。コプチャイライライ。コプチャイライライ。みんなラオス。ラオ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 。この子が超可愛い子ですね。この子です。可愛い。じゃあなんか来るよ。大塚は眠そうっすね。こいつ大体いつも眠いんでね。カウチサーフィンで会った今日泊めさせてくれる Z さんに会いました。 Z さんです。はーい。タイの電車に乗り込みました。涼しい。めちゃ広くない？席がない。席がちょっとしかないね。今日はマーケットに2つ行くみたいですね。チャットチャックマーケットってとこと、なんかちょっとした水上マーケットに行きます。マーケットに着いたのかな。これはちょっと SD カードの容量がパンパンになっちゃってね。あと訳あってちょっとそれもまだ消せないんで、スマホです。紫色の方やな。なんじゃろこれ。シアムルビーク。ちょっと試食もらいました。これすげえぞ。めっちゃ甘い。本当にフルーツみたI. No, we ordered already. You can't change. Yeah, I want to change. タイに来たんだからパッタイ食べなさい。俺パッタイ食ったもん。ラオスで。今パッタイが売ってるお店に来ました。上。35で買えるからだいたい110円ぐらいかな。
こいつはパッタイ屋に来たのになんか豚食べてやがる。ただめちゃめちゃうまそう。で、マイン？タレ？うん。ちょっと少ないな、俺に。東南アジアはどこでも雨降ってんだな、多分。でも今マーケットの中入ってやっと屋根があるとこ入った。結構人いる。多分日本人もいっぱいいるんじゃないかな。310円ぐらいかな。いや、かっちょいい。でも一つ問題なのが肩ポケ。ああ、まあそれはね、うん、まあタイの今んとこそのパンツ大体肩ポケだったよね、うん、片方しかポケットないの意味ですね。そう、バス乗り込みましたね。9バーツのバス、9バーツのバス30円ぐらいで、乗り換えて次のやつが20バーツだから60バーツぐらい、60円ぐらい。疲れた、暑い暑い。フードマーケットうまそう。結構ローカルじゃね、言うてもね。多分、いや、ここがどこかちょっとよくわからんけど、でももうなんかあんま近い中心からは離れてると思う。もうしかもラオスより安いんだよね。これがそう、間違いない。なんでこんなに綺麗なのにラオスより安いのか分からん、ね、こんなに綺麗ですうまそうなのに。そうラオスより安い、うん、Z になんかローカルコーラも買ってもらっちゃった日本。コップンカー Z、 コップンカー。めっちゃうめぇ。日本人 100% あ、照り焼きだ、いわゆる、うん、照り焼きだ、うまめっちゃうまい、めっちゃうまい。うまかったね。うまかったし、まあ10円払うけどめちゃくちゃトイレきれい。ちゃんとトイレきれい。いや、素晴らしい。まあタイはきれいよ結局、うん。いや、だからその分交通費が高いね。交通費が高いね、かかっちゃうね。交通費高いっていうか、まあその街の規模がでかいから移動にね、距離がかかっちゃう。もうほぼその Z さんのお家に着いたっぽいですね。こんな感じのいわゆる団地に住んでるらしいですね。お邪魔します。キャッツです。1、2、3、4。お、もう懐いたぞ俺に、もう懐いたぞ俺に。もう俺の足の矢でも寝そうですし。Thank you. Okay.